出身のプロ野球選手。宇と右打ち。福岡ソフトバンクホークス所属。黒川サンダースで野球をはじめ、体内私立黒川中学校では、軟式野球部に所属した。新潟県立村上桜川高等学校では2年春から公式戦に登板。2年秋の3回戦、新潟県立長岡大手高等学校戦で初先発を果たし、 10月三振1失点の高騰で初関東勝利を収める。3年春から主戦を務め、春の県大会では38.2回8失点で10年ぶりの優勝をもたらした。初戦の新潟県立関総合高等学校戦で18、三振を奪う完封勝利を挙げる。準決勝の日本文理高校戦では時速1 4 2トルを計測し、8回を3。 失点に抑えた。大会通算では51奪三振を記録した。北信越大会初戦の遊学館、高等学校戦では、6回を投げて、飛安打12の内容で、1対8で敗退した。3年生夏の全国高等学校野球選手権、新潟大会でも、決勝まで進出。準々決勝で、新潟秋の里高等学校を被安打2.18。 脱三振で完封するなど、4試合29.2回で34脱三振という結果を残した。国士館大学に進み、1年生の8月に行われた読売ジャイアンツとの交流戦では、3対5の7回裏西一2塁から4番手で起用され、和田恋から空振り三振を奪い、無失点に抑えている。二年生の秋には対立性、大学一回戦で被安打 7脱三振で2失点初完投勝利を挙げ、チームは入れ替え戦2回戦で、東都大学リーグ2部残留を決めた。3年生の春には全カードで1回戦の先発を務める。3年生の秋に2番手投手となり、チームは12期ぶりとなるリーグ2部優勝を達成した。このシーズンは12試合64.1回に登板、4勝を挙げている。立正大学との優勝決定戦では、 被安打さん10奪三振西死死球の内容で2対0の完封勝利を挙げる。続く入れ替え戦、全2試合にも登板したが、先週大学に2連敗を喫して一部昇格を逃した。大学時代は公式戦で237イニングに登板して一度も故障を経験しなかった。大学での通算成績は53試合に登板して11勝21敗。 267.2回、防御率1.85。一学年後輩に、茂田道明がいる。2017年の NPB ドラフト会議で、福岡ソフトバンクホークスから4巡目で指名。契約金4500万円、年俸800万円という条件で入団した。背番号は34。2018年5月27日の対、東北楽天戦に3番手として登板。 二回を投げ、ヒアンダに1打に一奪三振で二失点であった。ポストシーズンでは、10月19日に出場選手登録されると、同日の埼玉西部とのクライマックスシリーズファイナルステージ第3戦の8回裏から、当番一失点するものの、2インニングで三奪三振をマークした。チームが日本シリーズに進出すると、日本シリーズのロースターにも残ったが、 シリーズでの登板はなかった。シーズンオフの11月19日、契約公開交渉に臨み、現状維持の年俸800万円、金額は推定でサインした。11月25日から台湾で開催された2018アジアウィンターベースボールリーグにおいて、NPBS 単選抜に選出され、4試合に先発登板した。 2019年5月10日に一軍昇格し、同日の対チバロッテ戦において、冬季初登板を迎える。6月5日に行われたセパ交流戦、対中日戦において、6回から2番手で登板し、リリーフ投手として、プロ初勝利を飾る。以降、中継ぎ投手陣の一角を占め、36試合に登板し、 5勝2敗6ホールド、防御率3.13の成績を残す。ポストシーズンでは、巨人との日本シリーズにおいて、第4戦からベンチ入りするが、出場機会はなかった。シーズンオフの12月9日、福岡市内の球団事務所で契約交渉に臨み、1800万円増の年俸2600万円で契約公開した。2020年、 右肩痛の影響から一軍昇格は7月にずれ込み、シーズン初登板は7月17日の対、オリックス戦となる。7月22日の対日本ハム戦で、リリーフ登板で、勝利投手となるが、8月22日の対、千葉ロッテ戦において、延長10回裏に、冒頭で、サヨナラ負けを喫する。は怪我でので遅れもあり、12試合の登板で1勝1敗、1ホールド、 防御率5.73の成績だった。ポストシーズンでは、11月22日に行われた、日本シリーズ第2戦の9回裏に6番手として、リリーフ登板し、1回を無失点で抑え、自身の日本シリーズ初登板を果たす。シーズンオフの12月8日、福岡市内の球団事務所で、契約交渉に臨み、200万円減の年俸2400万円で、契約交換した。 ありがとうございます。